ミルク&ストロベリーの婚約指輪エスペランサもご紹介をいたします。ポルトガル語で希望を意味するエスペランサ、伝えたい思いが溢れてくる、そんなコンセプトをもとに作られた婚約指輪です。では早速試着してみましょう。では全体はこんな感じですが、はい、なんかちょっと変わったデザインですね。そうですね、シンプルなんですけれども、この左側の部分に3石ダイヤモンドがついているんですね。まるでセンターダイヤモンドを取り囲んでいるような、そうですね、デザインですね。とても大人っぽい。大人っぽい。そしてフレームも割としっかりとプラチナが使われていて、丸みがあって存在感がとてもあります。すごいリンゴが丸い感じが本当にしますね。つけ心地はどうですか？つけ心地は指輪をちゃんとつけてるなっていう、なんか安心感みたいなものを感じます。安心感大事ですね。これも取り囲んだメレダイヤモンドをぜひ横から見ていただきたいと思います。はい、こちらにもピンクダイヤモンドが留められてるんですよね。はい、さあどこにありますでしょうか。はい、見てみたいと思います。はい、こちらよく見るとさっき3石って言ってしまったんですが、5石ありましたね。はい、この取り巻いた部分、なかなかそちらから見えなかったんですかね。はい、ほら、横から見るとピンクダイヤがこちらに2石、はい、交互に入ってるんですかね。はい、白、ピンク、白、ピンク、白っていう風にセッティングされています。結構さりげないですね。溢れる思い、この流れるようなメレダイヤが溢れる思いを表現しているんでしょうか。溢れ出ちゃったんですねはい、なんかそんな感じがします。はい、なんか個人的になんですけど、これちょっと違うんじゃないって言われそうですが、ええ、何でもありですどうぞ。この流れるメレダイヤモンドが、あの女王陛下とかで、こうなんかつけてるのありません？ここにハスキーみたいな。そうそう、なんかね、それに感じられてしょうがないんですよ。なんかそうやって聞くと高貴な感じが。そうですよね。なんで私のイメージはそんな感じでした。なるほど、そういう見方もありますね。なんかそう見えてきません？なんかそういう風に見えてきちゃいました、でもこのワンポイントであるデザインがとってもあのシンプルの中にも少し個性があって、女性はこういうのは結構好きですよね。はい、こちらが重ねてみました。重ね付け、これハートに見えませんかね。つながってるように見えますよね。はい、重ねてつけても一本で見ても楽しいデザインです。はい、統一感があっていいですね。重ね付け、同じデザインでの重ね付けは。でも同じデザインだけどラインが逆なので、なんかこう全然違う感じにも見えますけど、今あれでしたっけ、婚約指輪は逆さにつけてましたっけ。はい、逆向きで、どちらでも楽しめますね。はい、全体的に丸みがあるのがお分かりいただけますか。はい、そして流れるように取り巻いているこのメレダイヤモンド、躍動感がありますね。はい、ほら、動きのあるデザインでどこから見ても美しいですね。ピンクダイヤの部分、ホワイトにも変えられるんですよね。はい、大丈夫です、これホワイトでもすごくなんか綺麗で上品かなって思います。可愛らしさと上品さを兼ね備えたデザインは大人の女性の方におすすめな婚約指輪です。